ケニーの S はスペインバルセロナ生まれ、アメリカ国籍のオートバイレーサー。2010年よりロードレース世界選手権、元2クラスに参戦中。アメリカ人オートバイレーサーであり、ジャーナリストでもある父デニスと同じくアメリカ人の母、ハイディの間に生まれる。マドリードの北にあるミラフローレスデラシエラの村で幼少期を過ごし、4歳の時からモトクロッサーに乗り始めた。 S の S が14歳の時、一家はアメリカに戻ることとなり、南カリフォルニアに今日移した。17歳からダートトラックレースを本格的に始め、最初は、ホンダ XR100 を借り、ケニー・ロバーツ、クリス・カー、ダグ・チャンドラーらを排出した伝説的な、ダート・オーバルトラック、ローダイ、サイクルボールを拠点に腕を磨いた。2000年には、 USA プロシングルズナショナルダートトラック選手権でシリーズチャンピオンを獲得した。タイトル獲得後の S はバルセロナのホンダ BQR チームの誘いを受けスペインに戻りロードレースに転向した。舗装路でのレースはこれまで全く経験がなかったため当初の数年は苦戦が続いたが2003年には国内スーパーストック選手権でチャンピオンを獲得した。 その翌年にはフォールチチームに移籍しヤマハのマシーンを借り、2005年にはスペイン耐久選手権でチャンピオンとなった。その後もセブの最高峰、フォーミュラ、エクストリームクラスを中心に参戦を続け、2008年の最終戦ヘレスで鈴木 GSX-R1000 を借り、クラス初優勝を果たした。2009年シーズンは、 川崎忍者 z x 1 0 r にマシンを乗り換え、一生、2位2回を記録した。2010年シーズンの S は、プロモレーシングが運営母体となり、俳優のアントニオ・バンデラスが経営に参加するチーム、ジャックジョーンズバイ、アントニオ・バンデラスから、ロードレース世界選手権の新カテゴリー、元にクラスにデビューを果たした。 開幕前の3回の公式テストではそれぞれ総合2位、3位、5位のタイムを出し注目を浴びた。地元といえる第2戦スペイン GP ではレース中盤に5周にわたってトップを走行、その後はタイヤの摩耗が激しくなりトップ争いには絡めなかったが7位で完走を果たし初ポイントを獲得した。第3戦フランス GP では ポールポジションを獲得したものの、決勝は点灯リタイヤに終わった。その後は、回収団でのレースが続き、結局ポイントを獲得できたのは走り慣れている、スペインでの3レースだけとなり、年間ランキングは24位に終わった。2011年もチームに残留する予定であったが、メインスポンサーのジャックジョーンズを失ったことにより、チームは撤退。 S, S は一時的にシートを失ったが、結局、BQR チーム3人目のライダーとして、元にクラス2年目のシーズンを迎えられることとなった。ありがとうございます。